はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、戦う乙女軍団、ワルキューレデッキをね、作ってきたのでご紹介していこうかなというふうに思っております。ワルキューレ、どういうテーマかというとですね、天使族、光属性、の、まあテーマでございまして、ですね、非常にね、美しいモンスターが多いんですね。イラストアドめちゃくちゃ高いという、まあそういうテーマになってます。で、どういうことができるかっていうと、ずっと俺のターンバトルフェーズができます。はい。何ができるかっていうと、ワルキューレンリットっていうカードがありまして、で、これ手札からね、ワルキューレを好きなだけ特殊感できるっていうのはぶっ壊れカードなんですけども、まあ、これで展開してワルキューレをね、で、これゲームから除外すると、出来た時の女神のいたずらっていうカードを手札に加えることができるんですよ。で、この時の女神のいたずらって何するかっていうと、これね、結構やばいこと書いてまして、このカードの発動に対して魔法トラップモンスターの効果が発動できませんと。自分のフィールドのモンスターが、ワルキューレモンスターのみの場合、自分のバトルフェーズ終了時、このカードを墓地を送ると、次の自分のターンのバトルフェーズ開始時までターンをスキップする。つまり、バトルフェーズもう一回できるんですよ。うおー、ずっと俺のターンっていうことができるんですね。はい。これでワルキューレ出して、ワルキューレのモンスターたちで、もう一回バトルフェーズして、相手のライフを削り切るっていうね。まあ、そういう気になってます。で、これ完全に高校用の動きになってきますんで、現在その高校用を特化すると、まあ、怪獣デッキとかが一番強いと思うんですけども、ワルキューレデッキはね、そんなに、相手の、まあ、盤面を突破することはできません。なので、ある程度先行をね、強くしないといけないんですよね。なので、先行を取って一応制圧する型にしてるんですけれども、デクレラーディバイナーとかから初動入って、で、このセックストっていうモンスターがいるんですけど、ワルキューレセックストさんが、特殊召喚に成功するとワルキューレ出せるっていうすげえ最強効果持ってるんで、デクレラーディバイナーをね、リリースして こいつを出して展開したりとか、あとそれからワンフォーワンとかで展開したりとかっていう動きをして、で、ワルキューレモンスター並べて、必殺、カードはですね、先行制圧の。レベル9なんですよ、ワルキューレシグルーンが。で、デクレラーディバイナーから、トロイアスヒエラルキアを落として、トロイアスヒエラルキア出すと、トロイアスヒエラルキアが、レベル9なんで、9級並びますんで、エースモンスターは VFD です。エースモンスターはね。はい。クソが破れると、VFD とバロネスが立つっていう、なんかやばいことができるんで、そのね、先行制圧もしながら、高校ではワルキューレエリートからの時の女神を狙っていくみたいな、デッキになります。早速ね、動きを見ていただきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、戦う乙女軍団の力を見せてやるぜ。まあ、この手札誘発2種類来てるから、なんとか先行で止まってくれればなんとかいける気がするな。ゴズッキー、なるほど。あ、アンデッドワールド来た。やべえ、最強デッキや。ゴズッキー1枚だったらまあいいんじゃないかな。ゴズッキーで落として、落としたモンスターが何かをして、あ、それは止めるしかない。それは止めざるを得ない。ハルララ効果、そう、ハルララ君の効果によって相手のグローアップブルームの効果により同波数だとかいうやべえモンスターが出てくるから、これはリゾルブしてしっかりと裏で止めていくしかない。 OK、 止まれ、きっと、あ、ワンあるね。これワンあるね。これはワンあるぞ。あー、なるほど。まずはワンフォーオール、オールフォーワンを発動。ワンフォーオール、オールフォーワンの効果によって、もうイーバー使わねえか。イーバーを墓地に送って、デッキからレベル1のモンスター一体を特殊召喚。現れよ、セックス、セックスとの効果発動。セックスとの効果によって、デッキからワルキューレモンスター一体を特殊召喚することができる。これによって、まあ、ドリッドあんのか。まあ、これはじゃあ、ツバイトでいいですか。ツバイト出して、ツバイトを特殊召喚。そしてツバイトの特殊召喚成功時の効果発動。ツバイトは相手のフィールドのモンスター一体を特殊、破壊することができる。そしてまだ俺は召喚権を使っていない。ワルキューレドリッドを攻撃表示召喚。ワルキューレドリッドの効果発動。ワルキューレドリッドはワルキューレカードを1枚を手札に加えることができる。これによってワルキューレリッドを手札に加えていく。そしてワルキューレリッドを発動。ワルキューレモンスターを手札から好きなだけ展開することができる。まあ、カッコ1体しかいない。いけ、ワルキューレシグルーン。そして、墓地に存在するワルキューレンリットの効果発動。墓地に存在するワルキューレンリット、このカードを除外することにより、
時の女神のいたずらを手札に加えさせてもらうぜ。よし行くぜ、バトルフェイズだ。バトル1200でダイレクトアタック、そして1600でダイレクトアタック、そして2200でダイレクトアタック。これが戦う乙女軍団の力。俺はバトルフェーズを終了する。そしてバトルフェーズの終了時に時の女神のいたずらの効果を発動。このカードは次のバトルフェーズまでターンをスキップすることができる。うおー、ずっと俺のターンずっと俺のターン、ワルキューレモンスターで6連打。うおー、強すぎる。なんて強いんだ、なんて強いんだこのデッキは。あまりに強い。ティアワンだ。あーなんかハンドは強そうな気がするな。ハンドは強そう。誘発も1枚はケアできる。まずはこっからでしないか。デクララディバイナーを攻撃表示召喚。デクララディバイナーの効果発動。デクララディバイナーの効果により、あ、これなんもないですね。なるほど。デクララディバイナーの効果によりトリアスヒエラルキアを墓地を送ってくる。そしてトリアスヒエラルキアの効果発動。トリアスヒエラルキアは自分のフィールド上の転速モンスター体をリリースし、自身を特殊召喚することができる。過去レベル9、レベル9ということでレベルに不穏な空気を感じますね。そしてデクララディバイナーの効果発動。デクララディバイナーはリリースされた場合、転速モンスター体を特殊召喚することができる。これによってワルキューレセックスと特殊召喚、セックスとの効果発動。このモンスターの効果によってねえ、デッキからワルキューレモンスター体を特殊召喚することができる。これによってワルキューレドリットを特殊召喚。そしてドリットの効果発動。ドリットは特殊召喚に成功した場合、ワルキューレモンスター体を手札に加えることができる。あー、うちのワルキューレカードでもいい。ワルキューレシグルーンを手札に加えていく。そして、ワルキューレセックスとワルキューレドリットをリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン、種族または属性が同じモンスターでリンク召喚現れよ。ユニオンキャリュー、ユニオンキャリアの効果と、このモンスターの効果によってデッキよりモンスター一体を装備カード扱いとして装備していく。これによってイーバーとかいうぶっ壊れモンスターを装備。そしてフィールドの表側表示魔法カードをイーバーを魔法カードと、断固として言い張り、このカードを墓地に送ってワルキューレシグルーンを特殊召喚。そして特殊召喚に成功した場合、ワルキューレシグルーンの効果、そしてイーバーの効果を発動。このイーバーの効果によって、墓地で存在する転速モンスターに対応除外し、デッキから、レベル2以下の、転速モンスターを手札に加えることができる。これによって、イーバーの効果により、あとここはディバイナーとまあ出航でいいか。そして、ワルキューレシグルーンの効果によって墓地で存在するワルキューレセックスと特殊召喚。これね、レベル9のモンスターが出せればね、あのバロネス VFD ができるんですけどね。ちなみにはい、まあ、ワンフォーワン発動するか。ワンフォーワン発動。ワンフォーワンの効果により、まあ、こっちじゃねえか。主攻を墓地送って、デッキからレベル1のモンスター、これでね、なんだっけ、セックスと特殊召喚するけど意味がない、全く意味がない。そして、レベル9のモンスターに対してオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚現れよ。ワルキューレ VFD、 ワルキューレザ・ビースト VFD。 そして、モンスターに対してリンク召喚現れよ。 IP マスカレーナー、ここがね、あのレベル9モンスターだと、あの、おっと、切断か？切断来た！あ、切断じゃない。切断ではない。なるほど。まあ、VFD 達とね、切断されますからね。ちなみに、あの、この VFD の、アイコンにして VFD 出すと、あの、切断される確率はちょっと上がりますよ。ある程度ね。さあ、相手がカードをドローした。侵入をザ・ビーストの方が出すと、ザ・ビーストの方によって、相手の、これ、光属性を宣言し、一応、エルドリッチをケアしていく。なにー、あーやるじゃないか、まあ、パンクですね。パンク召喚獣いいだろう。非常にやりますね相手私の効果を無効にしてくるとは。てめえ何がやるな、遊戯王うめえな。あ、暴走魔法陣、まあ、いいわ。暴走魔法陣、これアレイスターの方が無効できるからな。腹からなるから、アレイスターをね、捨てる時点でね、ちょっとあれですよ、あの相手若干まあやっちゃってますね。はい、さあ、墓のケアできてないぞ。大丈夫か。さあ、大丈夫ですかといったところ。おっと、セイヤミン来た。
セアミはサーチですよね、これ。はい、いいでしょう。さあ、これ関係ない。今そのサーチされてるところでそんなに関係はない。いいだろう。いいだろう。まあ、ちょっとパンク、ちょっとあの2つ何かかんねえからな、ハンド。筋トレとかあるかもしれないしね。なんか、ちょっとまだマスカレーナ早いかなって気がしますね。まあ、ハリファイバーとか出してきたところで、マスカレーナから使っちゃったらいいんじゃないかなって。フォクシーチューンの効果発動ですか？手札を墓地送って、自分の手札を選んで墓地送って、デッキからレベル8以外のパンクモンスター1体を特殊召喚すると。なるほど。あー、なるほど。あー、なるほど。なるほど、龍一。あー、これ止まっていただける気がしますけどね。あと1はアレイスターですよね。アレイスター召喚権使っちゃってるから、もうアレイスター出せない。バトルフェイズ。あー、そういうこと。なるほどね。あー、なるほど、なるほど、なるほど。耐えてますね、これ。耐えましたね。耐えましたね、これ完全に。完全に耐えた。じゃあですね、ドロー。あ、なるほど。まあ、初動かぶってはいるが、まあ、ワレキューレンリットあんま関係ないか。ワレキューレンリットあんま関係ない。なんだろうなこれ、誘発、ウララとか打たれたらめんどくさいですよね。これ、ウララのケアしときます？炎属性って言っとく？一応、ウララのケアしとくか。ウララケアするか、ニビルケアするか難しいんですけどね。若干ね。相手何持ってるかっていう。まあでも、ウララの方が致命傷なんで、多分これ。デクランダリバイナ召喚して、効果発動。致命傷でもねえか。とりあえず、ヒアラキア落ちてるか。致命傷でもねえわ。で、あの、セックスと脱出効果にウララ打たれたらめんどくさいな。まあ、一回ね、あれですね。何でしたっけ。シグルーンの効果で出せるモンスターを送っておいた方が強そうですね、これね。増殖査定は貫通するしかないかな。増殖する G だったら、あの、ザ・ビーストって言われても、あの、その効果に遅延して投げられるだけなんであまり関係ないですもんね。デクリアラ・ディバイナー効果発動。デクリアラ・ディバイナーの効果によって、セクストを特殊召喚していく。そして、セクスト特殊召喚成功時効果発動。あとは、ニビルが引かれないことを祈るだけですね。ニビルが引かれなければ多分なんとかなると思われる。スグルー特殊召喚効果発動か。で、特殊召喚成功時シグルーン効果発動。やばいやばいやばい。ちょっと相手めっちゃドローしてる。まずい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 。まずいまずいまずい。で、ドリット特殊召喚。ドリット効果発動。ドリットの効果によって、これ正直何でもいいな。何でもシグルーンでいいか。次のターンの。ケアするか。これ、まだ投げられないぞ。これ一応いける。これ一応ちょっとアポロさすわ。ここと、ここと、これで、リンク召喚、アポロウーサ出して、あぶれあぶれ、よし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 。ケアできた。あ、やべえ、ユニオンキャリア効果使うの忘れた。パンチのお姉さん来た。ユニオンキャリア効果使うの忘れた。まあ、あんま関係ないか、でも。言うて関係ない。そんな関係ない。で、ワリキューレンリット発動するか。ワリキューレンリット発動。ワリキューレンリット効果。で、手札からワリキューレンモンスター一体を特殊召喚。これでワンキル封じられたらワンチャンこれ負けます、これ。全モンスターどっか行くんでね。で、墓地で存在する。ワリキューレンリットの効果発動。ワリキューレンリットをゲームから除外し。時の女神のいたずらを一応加えて、まあ、これはワリキューレンのみじゃないと発動できないからあんま関係ないか。これでバトルフェーズに入る。行け UK 戦うオファンティ軍団。うおー最強。いやいやいや通りそう。いけーダイレクトアタック。うおー対戦ありがとうございました。いけ戦うオファンティでダイレクトアタック。オーケー。あぶねー。あーなんもねー。ライトニングストームで頑張るしかねー。ライトニングストームでゴリ押すしかねー。来いビッグフット。ピッピッピッビッグフット。ビッグフット効果。で、出てくる。で、カード1枚ドローする。未開機熱心発動する。やばいやばいやばい、未開機来た。未開機の展開流そう。やべ、バリ投げ。バリ投げ、マジで。アポロウーサとかいう激ヤバモンスター、ちょっと、イーバーの効果通んねえし。ワンチャンイーバーの効果通ったら強かったんだけどな。ああああああ、やばい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 、やばいこと起きてる。マジで。
ちょっとこいつどこまで引くの。じゃあデッキなくなるよ。終わりの始まりやば。デッキなくなるぞマジで。なんだこれ、エクソディアでもしてんのか俺。ちょっと残りデッキ5枚だけど、やばいこと起きてる。闇の誘惑。え、これ残りデッキ3枚だったけど大丈夫これ。あの人何やってるマジで。え、これ未開機エクソディアのこと。でもエクソディアだったらパーツ落ちたらやばいよね、未開機の他で。何すんのこれ。あ、やべえ、カード発動してる。うっそー。